今回のテーマは「最も遠い星を単独観測」「一番星が作ったブラックホールの可能性も」です。面白かったら高評価・チャンネル登録お願いします。さらにコメント欄に感想など書き込んでいただければ幸いです。なぜ一番星を探すの動画でも紹介したように宇宙を表す最もらしいビッグバンモデルでは。 宇宙には始まりがあって現在観測されるような元素や天体はありませんでした。どこかの段階で水素とヘリウムのみで最初の星が作られてさまざまな元素が合成され最初の銀河すなわち初代銀河が作られるようになります。このどこかの段階を明らかにするために宇宙が誕生して最初に作られた一番星や初代銀河を探しています。ただしどれが 最初の星や銀河であるのかはよくわからないのでなるべく遠くにある星や銀河を見つければ必然的に一番星や初代銀河である可能性が高くなります一番星の場合は水素とヘリウムのみで他の金属を含んでいないと予想されるので一番遠い星を見つけてその詳細を観測できれば一番星かどうか判断がつきますなので天文学者たちは長年 最も遠いい星や銀河を探し求めています一方で我々の観測技術には限界がありますそこで宇宙物理学者や天文学者は一番星が起こすガンマ線バーストや超新星を探すことや宇宙に存在する重力レンズ効果を用いて感度や解像度の不足を補って観測する工夫を凝らしています今回は 重力レンズを用いた場合の観測です重力レンズはアインシュタインの一般相対性理論で説明される現象です。銀河や銀河団などの質量を持つ天体があると、その影響で時空がゆがみます。背景の天体からの光は、ゆがんだ時空を通過することにより、電磁波の進む経路が変わります。この結果、重力レンズ効果として観測されます。例えば、強い重力レンズ効果は、 ダークマターが支配的な銀河団などでこの画像のように観測されています。背景にある遠い銀河の像が重力レンズ効果で円弧状に見えています。レンズ効果という名前の通り、重力レンズ効果は形と明るさのみを変えます。その効果の強さは背景天体、レンズ天体と観測者の位置関係とレンズ天体の質量分布によります。強いレンズ効果の場合は、レンズ効果によって、 明るさが無限大になる場所をつなぎ合わせた臨界曲線という線が特徴を与えます例えばシンプルな楕円レンズを考えた場合明るさが無限大になる場所はこのような図の点線になります背景にある天体とレンズ観測者の位置によって実際に観測される像の数や形が変わってきます左のように5つの色分けした点光源がレンズ効果を受けて実際に どのように観測されるかも示しています重力レンズと一言で言ってもレンズ天体の質量分布によってレンズの効果はいろいろと変わってきますこの楕円レンズモデルは40像に見えたクエーサーを説明すると考えられていますちょうど赤い点と同じような感じです真ん中に5つ目がありますがちょうどレンズ天体と重なって隠れていますそこで 研究チームは、莫大な質量を、ダークマターやプラズマガス、銀河として持つ、宇宙最大の構造である銀河団を集中的に観測し、銀河団をレンズとして、背景にある遠方の銀河や星を探しました。この観測は、ハッブル宇宙望遠鏡のトレジャリープログラム、リアイオナイゼーション・レンジング・クラスター・サーベイとして、合計41の銀河団の観測が集中的に行われています。 そのうちの一つの赤方変異0 5 6 6ある w h l 0 1 3 7 0 8という銀河団をレンズ天体とした観測でその背景にある赤方変異が6.2距離129億光年にある遠方銀河が特定されていますさらにその銀河の中にあり銀河団の重力レンズ効果によって数千倍拡大された星のような天候源が発見されました こちらが実際に特定された129億光年にある遠方銀河とその銀河の中にある星の拡大画像です。赤い線上の円弧に見えているのがサンライズアークと名付けられた遠方銀河で、その長さは基地の重力レンズ効果で最も明るく見えている円弧であるサンバーストアークと匹敵する15秒角以上もあります。この円弧は3重に殺像されており 全部で7つの星形成領域も存在しています。今回発見されたエレンデルと名付けられた天候源はこの部分にあります。先ほどの明るさが強く増幅される臨界曲線が赤線で描かれています。エレンデルはほぼ臨界曲線の上に位置しており、強く増幅されていることが見て取れます。ただし、重力レンズ効果はレンズモデルに強く依存するので、研究チームは、 4つの独立したレンズモデルを使って入念に検証しています。こちらは4つの重力レンズモデルの臨界曲線が描かれたものです。多少の違いがあるものの、4つのレンズモデルのどれもがエレンデルの場所と重なっています。この結果、この天候源は銀河団のレンズ効果によって1000から4万倍も明るく観測されているといって間違いなさそうです。明るく増幅されれた倍率が分かれば、 もともと持っている天体の明るさが推定でき、絶対等級でマイナス10等級と推定できました。この天体は、複数のフィルターで観測されているので、星と仮定すれば、HRs を書くことができます。HR 図というのは、ヘルツ・シュプルング、ラッセルズのことで、横軸に、星のスペクトル型もしくは、温度、縦軸に、明るさを示したものです。 星の質量によって、その進化の段階で観測される温度と明るさの範囲が異なります。なので、観測されたスペクトル、すなわち温度と明るさから、星の質量の範囲が求まります。今回観測されたエレンデルの場合は、レンズの増光倍率の不定性などもあり、この緑の網掛けの部分になります。少なくとも太陽よりも40倍も重たい星であることがわかります。 宇宙遠方の重たい星なので、一番星の可能性もありますが、この HR 図は太陽の金属量の10%の場合のものなので、一番星を仮定したものではありません。研究チームは、赤方変異6、距離にして129億光年で、金属が存在しない一番星の可能性は低いとしていますが、完全に排除することはできないとしています。また研究チームは 一番星が作成成ししたたブラックホールのの周りに形成された光着円盤の可能性も示していますこの場合は300太陽質量の一番星によって作られた200太陽質量のブラックホールの周りに形成された光着円盤であればハッブル宇宙望遠鏡で観測されたデータを説明できるとしていますこのモデルの場合は X 線の放射も期待できますそこで研究チームは XMM ニュートン衛星の X 線データも解析してエレンデルの付近からの明確なシグナルがないことを確認していますこの結果はエレンデルが重たい星であることを指示していますがニュートン衛星の空間分解能は6秒角とハッブル宇宙望遠鏡よりも悪いのでシグナルが希釈されて検出できていない可能性もありますなので高い空間分解能を持つチャンドラ衛星もしくは 今後予定されていいる非常に高い感度を持つアテナ衛星でブラックホール起源であるか決定的になると考えられます研究チームはさらにエレンデルの起源を明らかにするためにジェームズ・ウェブ宇宙望遠鏡での観測を予定していますこれまでの観測や解析で不確かなものがいくつかあるので精密な測定を行えれば 重たい星の詳細がはっきりしそうです例えばサンライズアークとエレンデルの距離は天文学的な経験則である速攻的赤方変異法で測定されたものなので不定性が大きいですなのでハッブル宇宙望遠鏡ではできなかった分光観測をサンライズアークやエレンデルの周辺領域で行い多数のスペクトル情報を得られればレンズモデル星や銀河の金属量母銀河における ダストの吸収などもさらに精密化することができると期待されますジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡の主力装置の一つであるニアスペックではマイクロシャッターアレイが準備されているので一度に100カ所のスペクトルを取得することができます例えばこの右の図の赤い部分のスペクトルを一度の観測で取得できますこのマイクロシャッターアレイを用いた3回の観測が予定されており 今後の進展が楽しみですこの動画をご覧になって面白かったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。